パンクラチオンは古代ギリシャのスポーツ、格闘技、あるいはその近代版同盟競技、格闘技である。ギリシャ語で全力を意味する。古代パンクラチオンは打撃技と組み技を組み合わせた古代イギリシアの格闘技で、試合の勝敗は相手がギブアップすることで決せられた。競技者は腕を上げることでギブアップしたことを示すことができたが、 多くの場合ギブアップは一方の競技者の死亡を意味した。ルールは熱つぶしと噛みつきの禁止の二つのみで指や骨を折る行為も許されていた。この時期にはすでにスポーツ競技となっていたが、競技者たちによって多彩な技が開発され、市販から弟子へと何世代にもわたって受け継がれていた。また、呼吸法を身につけ打撃力を増強するために東洋武術の方に似た。 ピリクスという稽古法が存在していた。紀元前648年に古代オリンピックに導入されてからは若者も参加できるより安全な競技となった。デードか砂地にて勝敗を争い、日没までに勝者が決まらなかった場合には互いに顔面を順番に殴り合うことで決したと言われる。1999年古代イギリシャゆかりの2004年のアテネオリンピックで、 公開競技として採用されることを目指し、ギリシアでインターナショナルフェデレーション・オブ・パンクラ・ーテオン・アスリーマが結成された。しかし、アテネオリンピックだけでなく、それ以降のオリンピックでも採用されないまま現在に至っている。オリンピックの下部にあたる地域大会では正式種目となっている。現代では統一されたユニフォームの着用が義務付けられた。 着衣総合格闘技で、ユニフォームは古代オリンピックで審判団が着用していた古代ギリシャの民族衣装エンリマをもとにしており、柔道国際戦のように片方が青色、もう片方が白色となっている。2008年設立。会長はアジア競技大会日本代表などの実績がある、空手や中国武術家の北出正人。北では、 2008年11月テヘランで開催されたワールドマーシャルアーツフェスティバルの席上国際パンクラチオン連盟よりアイフッパ日本代表に指名され日本パンクラチオン協会を設立した国際パンクラチオン連盟が日本で株組織として認可しているのは日本パンクラチオン協会のみで同協会がオリンピックの株大会に選手を送り出している 国際小党館空手道連盟設立者の金沢、広数が特別顧問を務めている。日本パンクラチオン協会は、アイフッパパンクラチオンとも呼ばれ、日本格闘競技連盟の参加団体でもある。特定非営利活動法人日本、パンクレーションアスリーマ連盟は、国際小党館空手道連盟と、空道で知られる、大道塾が共同して2000年設立した。 金沢博和が理事長に、安ず隆が副理事長となり、役員も同団体関係者で占められている。しかし、国際団体である国際パンクラチオン連盟に加盟できなかったため、全く活動を行わないまま休眠状態となった。ありがとうございます。